1890年当時のブリアンツァ、眠れる森の美女公演の記念写真より、カルロッタ・ブリアンツァはイタリアのバレエダンサー、チャイコフスキー作曲の三大バレエの一つ、眠れる森の美女のオーロラ姫役の初演者として知られている。ミラノに生まれ、スカラザの付属バレエ学校でチェケッティ派の訓練を受ける。スカラザでプリマバレリーナとして活躍した後、 1887年に、ロシアに赴き、エクセルシオールに出演する。好評であったため、1889年に、マリーンスキー劇場専属となった。マリーンスキーでの初出演は、エルイワノフ振り付、けハーレムのチューリップ。翌1890年、演熟期にあったマリウス・プティパが振り付けた。 眠れる森の美女で主役のオーロラ姫を踊って後世に名を残すことになった。当時のロシアはようやく地元出身ダンサーが出始めた頃でまだテクニックに優れるイタリア人が活躍の中心であった。第一幕のローズワダージョで婚約者から求婚されるシーンは特に高度な技術を必要としブリアンツァはこれを見事に踊ったことで批評家の絶賛を得た。 翌1891年にロシアを去り、その後はウィーンの提出劇場やスカラザで踊ったが、マリーンスキーでの眠れる森の美女の成功は、後々まで評判として残った。時代が下ってロシア革命後の1921年、エスビア・ギレフが主催するバレイリュスは、ロンドンにおいて眠れる森の美女を上演した。これはこのバレのロシア以外における、 全幕小演である。ブリアンツァは、ディア・ギレフの要請を受けて、指導にあたり、同時にオーロラ姫役での出演を依頼されたが、年であることを理由にこれは断り、カラボンス役で出演した。これが彼女の最後の舞台となった。晩年のブリアンツァのことについては、パリとニースでバレエを教えていたということを除いて、ほとんど知られていない。 1930年に、パリで自殺を遂げたとも言う。ポワントのアティチュード、アティチュードイコール片足で立ち、他方の膝を曲げて宙に保つポーズ、で4人の求婚者に一人一人,人で踊られた後、同じ姿勢のまま回る、イーエヌ・トゥルナン。アントレ、アダージュ、ポワントでのバリアシオンといったすべての舞踊が大変、洗練されたもので、正確かつ巧みに踊られた。 当時の批評家シャルコフスキーの言葉、クライストウディア、オーパス、CIT より、この時の題名は、ザ・スリーピング・プリンセス。1934年の6月号の雑誌に、バレエ教室の広告を依頼していたことから、1930年の死亡を疑問視し、1935年頃とする説も、ある。クライストウディア、 オーパス CIT, ありがとうございます。